ちゃんです。安武です。よろしくお願いします。さあ、カジサックのゲーム部屋なんですけれども、今日はせんちゃんが来てくれました。そしてやるのはマリオパーティーのミニゲームです。よいしょ。そうなんですよね、マリオパーティーのミニゲームで私と対決ということで。はい、舐められたもんですね、千里さん。勝てると思ってるんですか。私は友達が一番うまいって思ってる人に勝てましたから、本当ですか。私はやったことないです。なら勝てますね。いいでしょう、本気でやっていいですね。じゃあ、はい、手抜かないですよ。はい、じゃあ今日は千里さんとガチンコバトルをしていきたいと思います。それではいきましょうか。せーの、おなっしゃす。絶対負けないからね。始まるよ。じゃあキャラクターを決めてください。オッケー。私は、はい、ピーチじゃないんですよ。あら、意外。ヨッシーなんですよ。うん。はい。私はじゃあロゼッタにする。はい。可愛いでしょ、ロゼッタ。仲間、あの誰がいい？あのコンピューター？うん。なんでもいいよ。じゃあ、どれでもいい。ピーチ。とマリオ。オッケー。でもね、せんちゃんもね、あんまりね、上手くないやつがあるんだよ。いいよ、なんでも。待って、怖い。でもやり方知らないからね、安田さんに関しては。全部全部初めて見たもん。ただ勝っちゃう。コースがあるんだ。オッケー。まあコンピューターよりまあお互いの対決って感じだね。うん、選べるんだ。うん、いいよ、せんちゃん得意なやつでいいよ。じゃあまずここの簡単やつ。オッケー。これ私が同じで決める。やり方は出てくるから、まず最初に、うん、ここから。オッケーオッケーオッケー。黄色の旗が出たら黄色のとこね。オッケー、大丈夫です。オッケー、もうオッケー、もう大丈夫。ここプラスのとこ。オッケー。これも簡単です。俺がロボット。もう先危ない。これもすぐやめな、ピーチ。あま、あま、押さないでください。やめてください。あなたの移動じゃないですか。本当？うりゃあ、ほらピーチ、ああ、落ちた。せんちゃん落ちたんじゃない？あれ、これ私ピーチに押された。あ、潰した。お、これ勝ったんじゃない？これ勝てるんじゃない？お、勝った。やばーい。せんちゃん落ちてましたけど。今日は調子悪いですか。はい、ピーチに押されました。よしよし、これで僕一勝ですね。はい、どうします、もう一回やります、それとも違うゲームやります。はい、オッケーです。次行ってみよう。いいよ、好きなやつで。え、これやってみる。いいよ、多分負けるけど。いいよいいよ、やりたいやつやろ。じゃあこれやるか。オッケー。あ、大縄跳びだ。うん、オッケー。どんどん速くなっていって、また遅くなる。OK です、OK です。OK、OK です。もうジャンプだけだね、これは。OK。スタート。お、うわ、もう最悪。最悪なんですけど。一回も通れなかった。最悪。うまいな。緊張する。頑張れ。こういうのせんちゃん嫌いなんだよね。あっ、こんなえちょっと上手だね。ナイス。次行ってみよう。今のうまかったけど、でも一回も飛べなかったんだけど私。じゃあ一回これ行ってみる。オッケー、いいよ。まあせんちゃん下手だけど。いいよいいよ、決めてもいいよ。ステージ1か2か。ああ、何なのこれ、分かんない。せんちゃん決めていいよ。これにするか。オッケー。マイケル頑張ろう。はい、
なるほど。え、めっちゃむずいじゃんこれ。 OK。 絶対に負けたくないけど。負けないよ。あ、絶対負ける。むずむず。あ、負ける。いや、結構上手だと思うよこれは。勝てんじゃないこれ。おい、どう。あ、うまいね、せんちゃんも。あ、勝てんじゃん。勝てる、勝てる。どう。勝てます。やったー。あ、でもせんちゃん2位じゃん。うん、やるね。勝てるじゃん、やば。初めてなのに。でもだってこれはさ、こう動くだけだから。そうか、ミニゲームだから初めてでもそんな難しくないんだね、うん、できんだね。いい企画をありがとう、せんちゃん。次、行ってみよう。対決か、対決じゃないやつか、うん、あ、対決じゃないやつもやる。協力ってこと。あの、2人と2人でやる。いいよ、それでも。でも、今日は対決だから。そうだ、だからあれどれだっけ。あ、これ。オッケー、2人ペア。これじゃなくて、はい、またジャンプやないか。オッケー、私余裕なんでジャンプ。あれ、同じチームになっちゃってるよ。え、なってない。大丈夫、なってない。大丈夫だ。マリオしっかりしろ。マリオ、オッケー。あなたがしっかりしてないんだ。確かに。だってさっき最悪私が落ちても。あ、私先だ。怖っ。あ、先に当たった、やば。でも、あれ、あなた落ちましたよね、もう一瞬で。ピーチ頑張って。あっ、あマリオ勝つなよ。負けた。マリオの力で勝ちました。ちょっと今日は調子が悪い、うん、悪いですか。次、行ってみよう。これは穴のところに。なるほど、オッケー。ちょっとわかった、わかった。やり方なしで。いいよ。オッケー。頑張ってください。頑張ってください。センちゃんも頑張る。センちゃんは負けてるからね。あ、違う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 、こっちだ。危なっ。あ、やばいやばい。押すなよ。あ、ピーチに騙された。やばい、危なっ。ピーチ強いよね。お、二人。うまいね、うまいね、せんちゃん。あ、騙された。あ、あ、あ、間違えたと思った。せんちゃんに釣られていって間違えたと思ったら、せんちゃんが間違えてた。ちょっとせんちゃん。ちょっと今日。私圧勝してますけど。1、2、3、4、4回勝って。4対1。大丈夫。私嫌なやつに映ってません今。大丈夫。次、行ってみよう。じゃあもう一回これでいきましょうか。行きましょう、もう一回それ。これはどうしよう、負けたらどうしよう。はい、もうやり方わかるです。これ苦手だわ俺。ねえ、めちゃくちゃ心がドキドキするねえ。あ、違う、危ない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 。もうこれちょっとむずいんだけど。え、簡単じゃない。これ苦手だわ俺、感覚がようわからん。わあ、うまっ。これこれうまずい。イエーイ。だってさ、せんちゃんさ、せんちゃん選んでいいよ。いいよいいよ、選んで。これめっちゃうまい。じゃあ次、安崎さんやっていい。あ、オッケー。どれかわかんないけど、あのさ、これこうにもできるし、ここのボタンを押してもできるし、うん、なるほど。違うゲームだった。あ、でもこっち選べないからそっちで選ぶ。選んでいい。これピザのやつ何。ピザは2人ペアで、うん、早く食べた人。2人ペアじゃない方がいいね、でも、うん、これ何、これ、これ競争みたいなやつ。これ、うん、ロボットを、うん、なんかくるくるって、難しい。こうやってこうやってやってこうやってやって、それやろうよ。難しい。いける？大丈夫だと思う。オッケー。せんちゃんは絶対に負ける。
負ける？あ、大丈夫。いいの？あ、なるほど、連打するんだ。同時連打だ。 OK。 負けるね。ちょっともう一回練習していい？いいよ。むずそう。ほらこれ、相手勝ったらどうする？相手勝ったらしょうがないよ。これとにかく同時に押すんだ。2個同時に。そう。 OK。 怖っ。あ、負けろね、ステイちゃん。もう受かりました、それで。ほんと？ステイちゃん何色？赤。最初に倒れる。なるほど。勝ったじゃん。大人の強さじゃない。そんなこと言わないで。そんなの言わないで、嫌な人に映っちゃうから。あいつせんちゃん相手に。ねえ怖いね、なんで1個負けるの？次行ってみよう。じゃあ、はい、これいく？いいですよ。この時計ブルリンクロック、頑張ってみる。ジャンプだ。あ、そういうの。オッケー。あ、ごめん。え、待って、むずい。え、待って、これむずいかも。そういうことね。やってみる。オッケー。わ、1対1じゃん。あ、びっくりした。本当にドキドキする。あ、ねえ、本当に、今日弱い。調子悪い今日。もう次が10回目の勝負ですよ。じゃあどうします？次勝った方が5個分の勝ちってことします？何？1個でいいの？10個いいよ。負けたくない。次勝った人がじゃあ10勝分ね。絶対に負けたくない。これもう10回勝負だから、今日実はみんなゲーム部屋取ってるじゃん。だからあんまりいっぱいはできないから、最後10個目が10本勝負ということで。最後今日 あと2回、あと2回、あと2本勝負。絶対負ける。じゃあいいよ、せんちゃんが好きなの2個でいいよ。絶対勝ったよ。いいよ、頑張ってね。絶対勝ってよはこっちのセリフだよ。いいよ。おい。あと2回だよ、よく考えた。間違えた。だって勝つ人、勝ったらすごい。まあね。じゃあこれなんか感覚が分かんないね。え、待って、一番後ろ。危ない。おえー、むずいこれ。結構むずいんだよ。むずいこれ。くそ。おい、頑張れ、やった、頑張れ、頑張れ。おわ、うまいな。めんちゃうまいよこれ。あれ2個って言って次行ってみよう。でこれで今9回勝負して、これ関係なかったのもあるよ。9回勝負したから、あ、負けるせんちゃん。じゃあさ、次の勝負勝った人が、よいしょ、得点倍にしましょう。得点2倍になるから、せんちゃんは次勝ったら、6ポイントだから一緒、安崎さんと。じゃあ一緒か負けか、どっちか。7ポイントにしようか。7にしよう。次勝ったらせんちゃんの勝ち、次安崎さん勝ったら安崎さんの勝ち。だって、そうしよう。もう一回これ、いいよ、これで決着だからね。んこれでもう決まりだからね、ラスト勝負。次行ってみよう。さあ10本目、最後取った方がもう怖いよ。100ポイントにしよう、最後取った人100ポイントです。
また後ろかよ、絶対負ける。あ、こっちか。これあー、もうふざけんな。頑張って。じゃあさ、これちょっと誰でも勝てるかも、せんちゃん。ということで、せんちゃんの勝利。なので結果、せんちゃんが、103ポイントです。103ポイント対6ポイントでせんちゃんの勝利。今日はこれで終わり。さあ、ということで、はい、マリオパーティーでしたが、結果的に103対6でせんちゃんの勝利。じゃ、縄跳び上手すぎるんですけど、あなた。はい、本当でも上手いから。確かにね、あの本当の縄跳びでしょ。上手いもんね、縄跳び。あの大縄跳びね、タイミング取るのが上手いんだね。でもこれできて楽しかった。いや、でも本当にこれやったことないけど、すごいできたじゃん、楽しく、うん、いいですね、よかった。ちょっとまたやりましょう、これ。はい、それまで、次こそは本当にあの縄跳び勝ちますんで、私。でも勝ったらすごいよ。確かにね、苦手なやつも勝ったら。確かにいいこと言うわ。はい、千里さんが大人になっております。はい、ということで。まだ大人じゃないけどね。まあでもしっかりしてるっていうことです。それは素晴らしい。ということで、楽しいゲームをありがとうございました。また次回戦いましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。